はいどうも、ガンナオチャンネル、ガンプラ大好きダンサー、ナオトです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はまたまたフィギュア開封動画になるんですが、今日はこちらです。ズズン来たー。一番くじドラゴンボール VS オムニバスウルトラ E 賞の孫悟空フィギュアを開封していこうと思います。やったー、やりましたよ。こちらはですね、動画にも上げてるんですが、先日ブラショに行ってきたですね、ブックオフ彦根店さんの方でゲットしたフィギュアになります。はい。新品未開封で3200円というね、安さでゲットしてきました。嬉しいです。はい。この感じですね。はい、悟空。ヤードラッドの衣装を着てる悟空です。はい。で、こっち横。これですよ、これ。このサングラスしてる悟空にね、付け替えパーツで変えれるんですよね、これ。なんで僕はこれにしたいんですけど、これずっと欲しかったんですよ。はい。地球に戻ってきてね、悟空が。で、みんなに瞬間移動を身につけたのを見せるのに、亀ハウスにいる亀仙人のじっちゃんのとこにね、パッと行って、このサングラスを取ってきてね、みんなに見せた時のやつです。これにできるんですよね。で、後ろ。はい。こうですよ。これにできますって書いてある。これにできます。楽しみすぎてごめんなさいね、テンション高くて。はい、こっちは普通のノーマル状態ですね。はい、上も見ときましょうか。上こう、いい賞って書いてます。はい、それでは本日はこちらの悟空を開封していこうと思います。それでは、いきますよ。かー、いい、ふー、うー、はー、はい、一番くじドラゴンボール VS オムニバスウルトラ E 賞の孫悟空フィギュア開封することができました。やったー、やばー、これめちゃくちゃいいな、このフィギュア。これね、皆さん、パッケージの写真より実物めちゃくちゃいいですよ。本当にこれはちょっと迷ってる方は、もう先に言っちゃうけど、迷ってる方はね、購入されても全然、間違いなしやと思います。うわ、すごこれ。ちょっと鳥肌立つぐらいやわ。ちょっと見てみよう。はい。ではちょっと近くで見てみましょうね。この、まずこっちの顔どうですか？この悟空の顔めちゃくちゃいい。こっちでも飾りたい気もするけどな、そうすると2体いるしな、って感じですね。うわ、めっちゃいい。で、この、衣装ですよね、襟元。ちょっと、ピエロの衣装みたいな、このモコモコ感というか、この原作のモコモコ感がちゃんと出てる。すごい細かいね、このなんていうか、凹凸と言いますか、筋と言いますか、それもね、すごい綺麗に入ってますよ。はい、後ろの方も見てみようか。こうですね。うわぁ、いいなぁ。もうほんまこの顔最高。この悟空、もう悟空の顔やわ。当たり前やけど。はい。で、この手もね、いいよ、の手。おぉって感じ。の手ですね。はい。反対側の手見てみようか。後ろ。で、このヤードラットのこのちょっと鎧的な感じの部分ですよね。ちょっとね、これだけ、ちょっと塗りがね、ちょっと雑いところもあるんですけど、これ個体差があるんかなっていう気もするんですが、まあ僕はね、いつも言ってるようにガンプラ大好きダンサーなんで、ここら辺はお手のものです、この修正は。これ多分墨入れするだけでだいぶ違うと思うんで、してみようかなって思ってます。はい。僕はこう、後々打ったりとかしないんでね。ずっと大事に飾っております。いいですね。後ろこうですね。ここちょっとなんか、跡があるな。これもちょっとまた後で修正しよう。ですね。この肩のベルトの感じもいいですね。はい。で、このズボンのね、陰影もめっちゃ綺麗に入ってる。あ、ボケちゃうかな。はい、こうです、こうです。はい。どうですか、これ。すご。ちょっと二次元彩色っぽく見えちゃうけど、それぐらい綺麗に入ってる。うわー、いいなー。ブーツも。ほんとね、このフィギュアね、すごい重いんですよ。ちょっとそれだけでもなんかテンション上がる。はい。その分台座しっかりしてますね。で、ブーツです。どうでしょうか。
いやー、これはちょっとテンション上がるな。はい、足の裏。はい、しっかりと、この足の裏も作られております。いやー、いいですね。これはいいぞ。はい、そしたら、差し替えパーツでサングラスバージョンに変えてみましょうか。変えますよ。じゃあ、思いつきで。かー、まあ、すー、へー。はい、サングラスバージョンの悟空に差し替えすることができました。やったー。うわー、これもめちゃくちゃいいな、やっぱり。うわ、これは2体、ほんま欲しくなってしまう。どうしよう。どうしようかな。いや、ちょっと見てみましょう。2体はちょっと贅沢かなって気もするんやけど。うわー、いいなー。はい、この亀仙人のじっちゃんのこの赤いね、サングラスです。ちゃんとこのね、下の目も、わー、見えるかなー。あ、ぼやけちゃう。はい、ちゃんとね、下に悟空の目もほんとしっかり、ちゃんと作られてますよ。いいですね。で、この口ですよね。このニットしてるんで、歯だけなんですけど、こっちちょっと顔だけで怖いかもですけども。はい。こっちは口開いてるんで、この舌だったりね、縁だったりがこうね、しっかりしてるんですが、ここもちょっと手加えてもいいかもな、塗装で。うん、この周り。で、この歯が合わさってる部分。それはなんかそんな気がしますね。ちょっとやってみようかなとも思ってます。こことのついでにね。このついでに。で、このサングラスをちょんと持ってる手ですよね。いいなぁ。いいですね。やっぱでもこっちで飾りたいな、僕は。はい、そんな感じでございます。はい、本日はですね、一番くじドラゴンボール VS オムニバスウルトラの E 賞孫悟空フィギュアを開封したんですが、これは本当にいいフィギュア。もうちょっと僕は自信を持ってこれをおすすめしたいんですけど、本当ね、最初も言ってたように、このね、箱の写真ももちろんこっちもかっこいいんですけど、写真より実物の方がいいって思えるフィギュアですね、こちらは。はい、すごい
で、ほんとね、何回も言うけど、このね、重量感がすごいいいんですよ。うん。なんか高級感が感じれる。はい。なんで、こちらぜひぜひ、迷ってる方はですね、買って間違いないかなと思ってます。はい。僕はもうこれ間違いなく、一軍入りでーす。やったー、一軍入りのフィギュアになりました。はい。また飾る場所をしっかりね、作って、綺麗に飾ろうと思っております。はい。またこんな感じで、ブラショに行った時のね、フィギュア、購入したフィギュアの開封動画なんかもね、上げていこうと思いますんで、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい。で、まあ簡単なね、レビューで申し訳ないんですが、もしも良かったよって方がおられましたら、グッドボタンの方も押していただけると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。X の方もねしてますんで、もしよろしければそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それじゃまたね、バイバーイ。おめえは一軍入りだー。